の何でも相談室皆様からお寄せいただいたご質問にお答えしています。えー、吉川さん。昨日エンジェルスの大谷選手の試合をユーチューブのライブで観察観戦していました。膝に痛い自打球、1エイジーニングに二度のボーク、えー。相手打者に対して4球、し、球大谷選手の打球が相手投手にピッチャー返しストライクのはずの。百六十キロのコーナーゲーの直球をボールに判定されると、いろいろありました。でも、それの結果は残したと思います。 そ,こであそれで大谷選手のコメントでは久々にイライラしたと自分の未熟さを話していました。この人は非常に私は共感できます。自分自身も二常の中でイライラし腹を立ってしまっている自分自身を見つめていつもバカな自分だと思っています。未熟な自分だと思っています。イライラして腹を立っている人間はシェアを受けやすいからなんです。変わりに人間だと思っています、えー。脳を勉強するようになって学習が必要だと強く感じるようになりました。無無意意識識とと学習の関係無意識と 意識の関係を考えます。内的にメタ認ンクと偉大と、イライラの意識に支配された、自分自身に納得いかない自分がいるということですね、その辺は非常に共感を持てます。自分の意識に支配されることに対して、えー、納得しない自分がいるのです。脳科学の視点ではどのように分析できますか。自分の意識に支配されることに対して納得できない自分がいる。なるほど。あのまあ、だから、意識というのはその自分のごく一部分なんで、まあ、支配しようと思ってもできないんですよね。むしろ、意識に支配されてると思うことの、 限界ってうのあると思うんで、そこにあの吉川さん気づかれているということなんで、いいんじゃないでしょうかね。とてもあのそれで問題ないと思いますよ。無し意識というのはそんなにその大きくないんで。えっと、バモログフィールドチャンネルさん、茂木さんおはようございます。プラケースの目玉化の件、我が家も庭に子供たちを作りました。すげえ、その様子を YouTube にアップしたので、もしよろしければご覧ください。我が家は掘っていそうにメダカの卵が付着したものを購入して、子供たちを探察して、 ていきたいと思います。そんなの売っとるんかい。気楽に始めないので皆さんのご自身のお庭ブ,ブランドでもプラケースの庭をぜひやってみたらいいと思います。森さんがおっしゃったように日本の生物多様性が向上するかもしれませんね。素晴らしいな。そういうの売ってんの卵が生まれたとてい青いを、えー、作ってるね。お作ってる作ってる。皆さんぜひあのユ,ユ,ユー,チーチューブチャンネルを作ってるね作ってるね お砂の上に水入れておお作ってますねおおそれで生リ入れておおお手あおい入れてそこに卵ついてるのああいいっすね <laughs> そうかそうかこれは楽しみだねどうなるのかなるほどいいっすねこれからどうなるか楽しみですねこのビデオはねえっ、ー、と楽しみにしてますこのシリーズ <laughs> えっと サ,サイイロ・サンジャーさん、えー、想像と創造性の違い、イマジネーションとクリエイティビティの2つの違い、2つは金の高い概念だと思いますが、クリエイティビティのファティグな側面もありますが、部位欠落と、欠損と神経細胞のファティグの違いは何ですか、ファティグは脳の意識などにつながりますが、記憶はどんな形式で保存されているのか、おヒントください。発火のパターン反射で思い出すのですか。まあ、全部関係していんですけど、要するに、まえーとですねまあ、記憶はまあ分散表現というか、スパーツコーディングっていう考え方もありますけども、 えと脳のいろんなところにまあこうやって分散して表現されてるんですけどもと考えられてるんですけどもだからこそその一部が補なくなっても補えるというかそのまあコンプリメンタリティっていうかねそ,のそういうところがあるわけですよね。あとイマジネーションと創造性っていうのはほとんど同義というか脳の中では連続のまあタクソノミーというかあの分類になっててそれがだから切り分け方によって ある時はイマジネーションって言ったりある時はクリエイティビティっていうことだと思うんですけども、まあ、それで、えー、とそのファティグファティグって考え方だからその一つのこれも捉え方であってもともとは神経細胞の動力学自体は価値中立的なんであのななんて言うんでしょうかね、えー、その一つの活動を続けることがないっていうか続けることができないっていうそういう,そういう神経細胞のまあ一般的な法則があるということ。 なんだろうと思いますけどはい。で、その一連の形式とし一連のそのダイナミックスとしてイマジネーションというあり方があったりクリエイティビティというあり方があったりとかそういうことなんだろうなと修知中村さん些細なことですが女の腐ったようなやつという表現には女性がいつの間にか男性より戻っているという情報が前提としてあるように感じられますので今の時代ではセクシャルハラスメントに該当する表現ですよってなくされるべきで最低,ん最低限一例として スチュアーティス、ああ、そういう言葉あったよね。という言葉を男女差別用語とした、僕個人的にはほとんどナンセンス、言動よりは高い価値がある撲滅運動です。も、ま、う、あ、女の腐、ね、ったよね、なつっら最近言わなくなってますよね。えー、っと。 シウさん、子供ができると人間の脳は変わるのでしょうか著名人などで死ぬことにはかすり傷、強大な成功しないと生きるが意味がない、金と権力がすべてといった非常に強気な発言をして強気な人生を送っていた方が,方が子供ができてからは社会的な成功、小なり子供と言い出したり親ばかになるなど、表現することが多々あります。あの表現ぶりを <laughs> 見ていると私は脳の構造が変わったとしか思いません。まあ脳は文脈によってあのー はど動作が変わりますからねだから、まあ、人間関係、まあ、子供ができるっていうこともそうなんでしょうけどそういう人間関係の文脈によって全然脳の違った能力というかの働きが引き出されるんで、まあ、そういう現象はあるのは当然といえば当然なんだろうなと思うんですけどもね、えー、あのとても <laughs> 興味深い現象ですよね。ロラン・ユスリハさん、えー、望まししい困難とは何でしょうか 望ましい困難と望ましくないただの困難があるのかあるいは解釈の仕方次第であらゆる困難をプラスにたえることができるということでしょうかあのまあこれはですね今日ちょっとさっきあのサイロさんの話ともつながるしなんですが、えー、単純にある,ある一連のダイナミックスがあるってことですよね。でそれを価値評価するっていうのは人間の側の人為的な切り替えなんでだからその、えー、と望ましい困難があるってことはまあ客観的な事実ででもそれを。 困難としてて捉えるっののは人間の評価じゃないですかでその結果困難だと思ったんだけどそれを乗り越えたら例えば新しい創造性とかそういうことが発揮されるということはあるんだけどでもその創造性が発揮されたことがいいことだっていうのも人間の評価ですよね。なんであの、うん、まあええいずれにせよ人間の評価なんですけど、まあ、そういう事象があるってことです脳のダイナミックスとして困難と評価されるような客観的な状況、まあ、それから脳の 個性かもしれないし、その人の人間関係環境かもしれないんだけど、そういう状況があって、その中で脳があるダイナミクスで動き始め動いているときに、それが結果としてあの望ましいもんでもあったというような解釈ができる、えー、状況があるということなんだろうと思います。マッキーさん、えーとモキさんこんにちは。脳格と関係が薄い質問ですみません。最近ネットで思想が極端な人が多い気がします。 政治思想不快なものをすて排除しようとするフェミニズム、平等を歌いながら異なる意見の人間を人格攻撃する活動家など、根本の思想には賛成なのですが、過激に感情的になりすぎて変な方向に行ってしまったり、不必要な分断を生んでいるのを見ると、かえって社会を後退させてしまうように感じます。そういった過激な思想になってしまうのなぜなのでしょうか、またそういう人に会ったときは、どうやり過ごせばいいと思いますか。そそそううううでですよよねでおそらくあのそういいう人が増えてるというよりネット上で ネット上で活動が高い人がそういう高い傾向があるっていうことだけだと思うんですよ。でそういう人も生活者としては意外とバランスの取れた生活をしてる部分もある。だからネットに出てるのが一としてはだからその極端な意見の方が、まあ、リツイートとか反論とかされやすいっていうことがあるからそういう方向に進化するってこととでその進化するっていうか退化するってことと。 そして、えー、とそういう人の持ってる身体性とか生活のくなんかそういうことがあの、まあえー、反映されないっていうだ、まあ、これはネットっていうものの持ってる根本的な性質だとも言えるんであのネットから離れるしかないですねネットから離れるとかネットというそのものそのもの自体の比重を下げるしかこれの解,釈解決の 手段はないと思いますつまり実生活で実世界でリアルワールドでそういう極端な振る舞いする人とか極端な言動する人っていなくてい,いるとしたらかなり変な人だと認識されると思うんで、あのーまあ、ネットの割合を下げるしかないのかなと思いますけどねはいえー、っと、えー、かけるほたけさん,ほほんそうですねほたけさん いつも楽しく会長しております。ありがとうございます。自転車,自自転車走ることへの,の脳への影響について質問させていただきます。森さん、いつも脳を活性化させる運動として、ランニングを進めていらっしゃいます。しかし、私は走ることがあまり好きではありません。一方で、自転車で散歩することは好きで、時間があるときに3時間自転車を越えていることもあります。自転車はランニングや散歩よりも遠くに行くことができ、より大きな風景の変化を楽しめることが良いと感じています。そこで冒頭の自転車で走ることが脳に及ぼす影響に興味が湧き、質問させていただきました。 自転車で走ることとランニングやることの違いや効果を知りたいです。ご回答よろししくお願いします。もちろん自転車もいいです。あのー、素晴らしいと思いますよ。であのまあ運動という意味においては自転車、まあ、使う筋肉とかはちょっと違いますけど運動になりますし肺活量も鍛えられますしあとそのご指摘になっている風景が違うとかそういうこともあのー、なんていうんですか、えー、脳のそのなん言か視覚的な情報処理という意味においてはそこにおいて いい感じでその、まあ、入ってそれでそこである種の、まあ、感覚遮断じゃないんだけどもデフォートモードネットワークが活性化するような環境情報を作ってくれるってことにおいては素晴らしいと思うんですね僕は自転車をやらない理由ってのは東京だとですね道路がやっぱりあんまり自転車向きじゃない自転車専用路苑があるわけでもないし多くの場合ですね。 あとあの車道の横を走るっていうのは僕だったらストレスなんですよなんか嫌なんですよあの横に車ビュンビュン通ってるようなところで自転車で行くっていうのはあんまりストレスで僕は自転車もし乗るとしたら田舎道行くのが好きですねだからそういう環境だったら,ったら自転車あの乗るかもしれませんけど幹線道路みたいなところを自転車ビュンビュンっていうまあ東京でもよくそういう人いるんですけどあれはちょっと僕はあんまりストレスがかまたまってなんかできないなって。 僕は今まで一番楽しかった自転車が乗った記憶ってのはあれですねあの京都の坂のねレンタンサイクルして乗った時は楽しかったのとあとあれかな大昔にプリンスエドワード島に行ってプリンスエドワード島でキャベンディッシュからノース・ラスティックだったかなまで田舎めちゃしたら楽しかったですねそういうとこだったら楽しいんじゃねえかなと思うんですけどね本家の萌さんないものねだりをしないためにはどうすればいいですか ないものねだりっていうのはなんだっけなえっ、ー、と例えばないものねだりかないものねだりってなんだろうね <laughs> あんまり俺ないものねだりっていうことについて考えたことなかったんだけどないものねだりああそうかそうかわやった分かったないものねだりをするっていうのは今じ今置かれてる状況をそのまま受け入れてないっていうことじゃないですか,だかなんで僕はそういう発想がない今聞,聞かれてちょっと あれと思ったのはそもそもだから現状はどんなものであれそこに欠損とかダメなところがあるって僕は思う習慣がないんですよ。あのどんなものでもそのまま受け入れるんですよね僕は。だからないものでだりっていう概念自体がそもそも僕にはないんだなってことに気づきましたね。ないものでだりっていう概念が僕にはないそのままだって目の前にあるものを受け入れるからとりあえずはそんな感じなのかなと思いますけどね。 これでいいのかな？どうもありがとうございました。ということで、今日はこれな感じです。えっ、ー、とケン金正日先生いかがでしたか？みんないい質問ばっかりだった。ジョンのえー、<laughs> これなんかね。自分の本を置いとくシリーズ。今回はペンチメントっていう小説のね。置いときました。ペンチメント、そしてフレンチイグジットという2つの作品が入っている講談社のえー、はい。この本とてもおすすめです。もしよかったら読んでください。いえー、小説ですー。